くないか。時は江戸、太平の時代。人々は幕府の庇護のもと、この太平の世を謳歌していたかのように見えた。しかし、いつの時代でも弱き者を貪り、私腹を肥やす悪党は現れるものである。この町にもまた、人々の憤りをよそに、民草を苦しめる一人の悪党がいた。人は彼を、こう呼んだ。悪代官。お代官様、その節は便宜を図ってくださり、この恵比寿屋、恐悦至極でござります。よいよい、して分かっておろうのは。もちろんでございます。つまらぬものですが、こちらをお納めくださいませ。かしこ。はい、山吹色のなんとやらでございます。これからはいろいろと入り用だからの、7割増しの年貢と雇用金だけでは心もとない。これからは持ちつ持たれつでの。お代官様もなかなか抜け目のない。お主ほどではないわ、このワルメ。ごめん。何？本当か？あ、お代官様、重税と御用金を払える農民どもが、町の腕っぷしをそそのかし、直談判のためにこの屋敷に向かってきているとのことでございます。けしからん奴らじゃ。お上に歯向かう小わっぱどもめ、始末せい。あ、この名物、一心助けかな。今朝かけてバッサリだ。ひでえ、知らない。待ってろよ。下手人を引っ捕らえて、おめえの恨みを晴らしてやるからな。しかし、お代官様、あのやかましい魚を始末したお手並み、まことに鮮やかでございました。当然じゃ。わしにかかればあんなもの、ゴミ虫も同然だ。ご用だ、ご用だ、ご用だ、ご用だ。何ですか、想像し。ちょっと私めが様子を。お代官様、大変でございます。神田三河町を縄張りとする十手持ちどもが、我々の仕業であることを嗅ぎつけた様子。ここは一つ魚屋と同様に、死人に口なし、返り討ちじゃ。お藤、いつもすまねえな、お前に迷惑ばかりかけて。お父っつぁん、それは言わない約束でしょ。おい、親父、いつまでも家賃をためやがって。一体どういうつもりだ。京都行けば耳すらいって払ってもらうぞ。ございません。 あと三月、三月だけ待ってください。やらしい。あ、とっとっ、出て行け。やめて、お父さんに乱暴しないで。おう、待ちやがれ。なんだってみや、すっかりろ。あ、その浅見が、めっぽう腕に立つやろでして。で、逃げ帰ってきたのか。しかも、後をつけられまして、もうすぐ、この屋敷。このバカ者が！遊び人風情が、このわしに逆らうとは、100年早いわ。帰り討ちにしてくれるわ。お代官様、長屋に住む娘を借金の方にこちらに連れ出してございます。煮るなり焼くなりとお代官様のご自由でございますぞ。
相変わらず気の利くやつじゃ。先の件よろしく取り計らっておくぞ。いや、それはそれはありがとうございました。さあ、いかがいたしますか、お代官様。お楽しみになされては。早速行くか、エビスや。また始まりますな。もうやらしいですね。では存分にお楽しみくださいませ。例の件、何とぞよしなに。わかっておる、わかっておる。せっかくの行為じゃ、存分に楽しませてもらうとしようではないか。お代官様、それだけは、それだけはご勘弁を。怖がりよって、ういやつじゃ。怖がることはないぞ。お、たまらぬ帯じゃ。色といい形といい、申し分がない。もう我慢がならない。その帯、わしに回させろ。待て待て待て、かわいいの。ほら、捕まえた。帯ゲーッ。いい帯じゃ。お代官様、いかがでしたか、うな小娘は。気に入っていただけましたか。なかなかであった。やはり帯は嫌がる娘から回しとるのに限るの。さすが帯フェチのお代官様、お目が高うございます。私めも小判フェチとして商売に精を出してまいりまして、抜け荷でご金製の品をヤクザ者に売り飛ばし、若い娘を吉原二足三文で売りつけ、帰りの足で邪魔な商売がたけを消してきました。エビスや、お主もあるよの。いえいえ、お代官様あっての私でございます。とまあそういうわけなのですが、ついうっかりそれらの罪がバレそうになったものですから、ついうっかりお代官様に責任転嫁をしたいでございまして。ついうっかりだ。囲まれておるではないか。仕方がない。この屋敷の怖さ、目に物を見せてくれるわ。エビスや、貴様のせいですっかりわしは賞金首になってしもうたではないか。ああ、お代官様、腹をお決めになられませ。せっかく悪代官の道を歩まれているのです。だったらもっとグローバルな悪を目指した方が、どうせ捕まるなら得ではありませんか。よく言うた、エビスや。お前の言う通りじゃ。わしは大きなことをやることに決めたぞ。さすがお代官様。してその大きなこととは。当然大きいことといったら一つしかあるまい。もしやお代官様。国家転覆じゃ。江戸の町はわしが支配する。よくおっしゃいましたお代官様。私が罠を開発し、お代官様のもとに小判ざめしといて正解でございました。やりましょうお代官様。小判風呂と世界征服は男の夢でございます。ぜひ国家転覆を成し遂げましょう。見ておれ将軍め、わしが貴様の帯、思う存分回してくれるわ。
して、エビスや、国家転覆のプランは進んでおるんじゃろうな。もちろんでございます。塩の買い占めから猫型ロボットの量産まで、幅広く事業拡大をいたしております。ほう、上手尾ではないか。しかし、商売敵の大和屋にこの計画がバレてしまい、奴を呼び出して消そうとしたところが。一目損なったのか。それってまずいんじゃないの？やっぱりまずいですよね。ん？ちょっとすいません。どうした？ん？なになに？なんだと？わかった。大変です、お大官様。派手な旗本が大和屋に話を聞きつけ、こちらにやってきました。帰り道のご準備を。ない、帰り討ちじゃ。まずこの先生を片付けようか。うん、そうですね。面倒くせえな。お前そっちまでや。はい、せーの、はい。お代官様、江戸を支配するとなると、ちとこの代官屋敷だけでは手狭でございますな。ここから江戸城は離れておるからの。どうでしょう、あの柳生新影流の道場を出先機関として利用されては。それは願ってもないことじゃが、あの気の荒い柳生の手の者がそう簡単に立ち退いてくれるとはとても思えぬが。そこは柳生の気性を利用するのでございます。試しにお代官様の名前でこの紙をこっそり道場に忍ばせてまいったのでございます。うまくいけばここに激怒してやってまいりますぞ。貴様というやつは、勝った。余計なことをするなと言っただろう。母さん勝っただろ。バカ者が、母さんやった。もうすぐやつらが来ます。ご準備を。ことでドジ踏んで、エビス屋のやつは東国か。つくづく証拠隠蔽の下手くそなやつじゃ。わしはエビス屋がいなくたって別に寂しくなってないもんね。エビスや。ああ、痛かった、お代官様。エビスや、お主無事だったのか。お代官様にお会いしたくて真っ先に来たのでございます。こちらに。よく出られたの。わしは嬉しい。私もです。苦労して牢破りをした甲斐がありました。まあ、そんなことをしたら追っ手がこっちに来るではないか。この大手が。お代官様、大変でございます。どうしたのじゃ、エビス屋。国家転覆のプランを茶屋で考えていたら、旅のちりめん問屋の一個に聞かれてしまい。何、では全てバレてしまったのか。全てではありません。せいぜい8割ぐらいです。痛いです。バカ者が。電柱は消したのか。一人だけ妙にうっかりしていたやつがいたので、そいつは来たのですが、あとは逃がしてしまい。こ
のうっかり者が何やってるんだ。あー、また来たたらい攻撃。お許しください、お代官様。実はそのちりめんどんや一行の正体は。どういたしました、お代官様。国家転覆の下調べに江戸城に侵入したのよいが、つい多くが気になって覗きをしてしまい。見つかったんですか。うん、追いかけられて命からがら逃げてきたのじゃ。覗きで女性に追いかけられるなんて、今時ラブコメでもやらないベタベタを。僕はいいところぞ、エビスや。わしの男のフラグが立ってきたぞ。ささ、決めてないで、返り討ちのご準備を。聞いてるんですか？聞いてるんですか？お代官様。国家転覆の夢もあと一歩、残すは将軍吉宗ただ一人でございます。うん、いよいよこの時が来たな。思い起こせばいろんなことがございました。しかし私はお代官様についてきて本当に良かったと思っています。お代官様に私はメロメロでございます。こんな昼間から恥ずかしいことを申すな、照れるではないか。それはそうと、最後の返り討ちの準備進んでおろうな。はっ、抜かりなく。幕府の要人を全て撃たれ、可愛いあの子まで倒された今、吉宗は激怒し、相当な暴れん坊になってると聞きます。ご注意くださいませ。そのような奴はもはや上様ではない、上様の名を語る知れ者じゃ。返り討ちしてくれようぞ。お代官様、いや将軍様、江戸はあなたのものとなりました。悪の将軍として江戸を支配し、悪行の限りを尽くすも思うがままでございます。わしはノーエビスや、ただ娘の帯を回したいだけなのじゃ。山吹色の菓子包みの重さに感激し、天下の要人の家をピンポンダッシュし、困っておる町人の顔を見ながら酒を飲みたいだけなんじゃよ。と言われますと、わしは死ぬまで悪代官じゃ。お代官様。悪をこよなく愛し、極悪非道の限りを尽くしながらも、それ以上の野心もなく、目先の楽しさだけを追求する、これが悪代官という男の器の大きさなのかもしれない。ともあれ、正義の味方に懲らしめられるその日まで、悪代官の小悪党ストーリーは続いてゆくのであった。